い、つけました。元伊勢の内宮の方ですね。皇太神社。なんかちょっと蕎麦屋さんがあったり、店っぽい感じがある。この天王神社っていう謎の、天王神社って書いてあるんですけど、謎の神社もある。ここは普通の神明鳥居なんですね。なんであっちは黒木だったんですかね。あんな鳥居さんあるの？いや、ないですよね。いい景色だ。なのでね、まあ、八田の鏡が大和姫によってもたらされた場所ということですね。何がここが良かったのか、ちょっとまだ上まで見てないから分かんないけども、上行ったらなんか分かるのかな、心の良さが。何かしらこうやっぱり思うところがあって、宿の鏡をここに祀ろうと思ってるわけだから、なんかあるんでしょうね、きっと。息切れるわ。あ、参道のこのど真ん中に杉が、あれは2本かな、ど真ん中にそびえ立っとるね。きれいきれい、ご神木、立派なご神木。マロコ杉、拝殿が見えてきたと思ったら、こっち右横っちょに水が湧いてるな。なんかここも飛行場合のような、はあ、新しい日が差してある、はあ、手水車がありました、はあ、内宮の境内、さっきの下宮のやつとちょっと似てるな、やっぱり。元伊勢内宮皇太神社、御祭神天照大神、十一代出陣天皇の時代だね。別に大宮どころを求めて沈め立って祀れと言って、八田の鏡を、豊洲切り姫が、運んだと。で、最初は大和の笠縫村出発をして、で丹波、後に文国、当地方は丹後となる、ご先行になり、その豊洲切り姫か、なるほど。あー、美しいね。あ、こっちも黒木鳥居だ。あ、さっきの下宮と同じように本殿の周りをぐるーっと、あ、ぐるっとってほどでもないけども、周りに小さなお社がいっぱい
並んでるね。あっちにもあるな、天皇神道っていうのが。めっちゃ汗かいとる。めっちゃ汗、ダーダカダーダわ。本殿の左側が、なんだっけ、あの人。仁義のお母さんだ。雨の押し本耳の奥様だよね、これ。本殿向かって右が、ああ、なるほど。雨の田力を、が祀られておりますね。じゃあさっきと同様、ぐるっとちょっと、一個一個社見ていこうか。あ、後期2670年の日だ。600年じゃないわ。平成22年って書いてあるね。この手前のは何だろう。熊野。熊野社。よし。うわ、すごいね、これ。根っこが。うねってる。波打ってるわ。じゃあ、ちょっとこの、端っこからまた、ぐるっと一周見てってみましょう。西宮、あ、西宮神社。西宮って、まあ大和姫とか西宮だよね。マガタマ神社。ああ、三種の神器だかな。三日月神社。珍しい。ここも松尾。これが籠森神社。これは玉寄姫か。こんなところに玉寄姫が。で、あ、浦島神社。山幸彦かね。これは、あ、出雲神社。大国主かな。三上神社。三上神社。で、こっちは、横に行って、あ、小さい道だから、これ、少な彦って読むかな。なんて読むんだろう。小道神社かな。はい。鹿児島神社。鹿児島。沖とため神社。わからんな。沖とため。ね、まだ続きますよ。あ、これは八坂だね。八坂神社。ああ、玉造神社。玉祖。玉造かな。これが、あ、大山積。大山積神社だね。で、あ、これは厳島だね。宗像三御師。これで今4分の1くらい終わったか。拝殿の左側か、これは。なんかあるな。漁政がある。豊かな自然環境が太古から保全されて、元伊勢内宮の地に、ふさわしく環境保全にお寄せになる大御心を読まれた平成8年。どれ？平成8年、天皇ご誕生の慶節は、御政がありました。今の上皇陛下かな。で、その後ろに、さざれ石が、あ、これか。これがさざれ石で、君が代だね。君が代の日が、君が代は千代に八千代にさざれ石の岩尾となりて苔の娘で、
と書かれてます。さてこちらまだ裏側、まだ小さなお社がある。これは田村神社。これは三島神社。これは鹿島だね。鹿島神社。由良姫神社。由良姫。中山神社。このさ、軒がさ、こう、みんなバラッバラなんだよな、長さは。まあいいか。竜田神社だね、これは。これは広瀬。大国玉神社。土佐神社。日吉神社。これで半分くらい回ったのかな。で、ここにちょっと池があって、この辺を渡りの、さあ、まだまだ、こっちにもまだまだあるよ。まだまだある。鏡造り神社かな。大神神社。気比。王神天皇かな。これは、おこしたま神社。おこしたま神社。もののべ神社。まだこうずらーっとあるからね。いっぱいあるからね。はい。これうさだね。これも王神天皇だね。貴船神社。磯の神もあるね。大原神社。国見柱。国見柱。これは天の御柱って書いてあるね。古事記出てきたね。これは日の崎かな神社。これは滝原。滝原神社だって。滝原の宮かな。アマテラスだね。伊佐波神社。伊佐波神社。荒祭りだ。荒祭り神社。アマテラスの荒御霊か。月読み丸。月読み社。伊沢神社だって。伊沢の宮のことだね、これ。風の宮。風の宮。で、大鳥神社。若狭彦あるじゃん。若狭彦神社。これが本殿の、今、向かって右側か。側の、社の形ですね。さあ、まだあるよ。まだまだあるよ。暗いね、魂。暗いね玉神社かな。内宮にもあるよね。なんだっけ、これ。これも伊勢にあるね。伊佐波だ。伊佐波かな。これは香取だね。香取神宮の香取。南宮神社。桁田神社。箱崎神社、白山神社。これは吉備津神社。木付神社か。出雲大社か。平岡神社。新良神社。
玉崎神社、水無神社か、水無神社、これが宇部神社、高良神社、あ、これは竹内すくねかな、氷川神社、スサノオだね、寒川神社、これなんだろう、たたえる国って書いてあるのかな、丘、わからん、愛宕神社、須崎だ、須崎神社で、あ、ここにあるのが天王神道というちょっと不思議な、ちょっと優勝だけ見とくか、天照大神神岩長姫は昭和44年10月に神奈川県藤沢の地伊勢山、あそこにあるね、皇太神宮がね、富士の峰より天下り、みそぎ払えと清めなん、天地る、目を張るて時期打ちもらえなくなる、今日の地球存亡の重大危機に基づ、豪走狼が救世主として岩永姫を地上浄化、世直し、世作りの使命神として世にお送り賜えたのであります。ああ、まだ新しいんだね、天皇神道っていうのは。はい。はい、じゃあ残りの小さいお社。まああとちょっとだね、10社くらいかな。あ、これ春日だね。中富市だね。高瀬神社。で、出る石。なんだっけ。岡山の方だったかな。あ、二荒山神社。住吉神社。戸賀神社だ。愛知県の戸賀神社かな、これ。大和文。鴨神社だね。鴨神社。で、最後、大都市神社と、あ、浅間神社と、梅宮神社。はぁ、以上、ぐるっと。一周見てきました。40-50くらいあったね。はい、ありがとうございます。ちっちゃいのがすごいですね。50くらいありますよ。割とメジャーどころが多いね。そうですね、神宮の周りにあるし。ああ、そうですね。あれ、これの次はどこ行くんでしたっけ。天の岩戸神社。神社行って、この神社。あ、で、その後この神社。うん、ああ、なるほど。まないとこの。時間あれば昼まない行ってもいいんだけど。ええー。どういう基準で回ってたんですかね。なんか伊勢だったらこう山を背にとか川が目の前に流れてるとか、なんとなく、ああ、いいかもっていう感じだったんですかね。おお、綺麗に見えますね。いいよね。ええー。ああ、これは三角だわ。あそこのてっぺんもなんかお社とかあるんですかね。どうなんだろうね。なんか説明がないから分かんない。ねえ。何山とかも書いてないですか、これ。た、ん？たじゃないか。あ、室って書いてますね。ヒムロ、うん、これが火じゃない？あ、ヒムロ竹、はい、あー、天の岩戸神社でした。あー、ここから、あー、ここに本殿があるな。ね、この通りを通って、あ、雰囲気いいですね、これ。めっちゃ綺麗。
枝。よいしょ。行きまーす。あれ？なんかこれ、うずめちゃんがどっか踊ったっていうなんか岩じゃなかったでしたっけ？違ったかな？で、これか。鎖に登って、上がってくと。